はい、ということでどうも食器です。今回の動画をご覧いただきありがとうございます。はい、今回はですね、まあ、タイトルにある通り Android に移行しましたっていう Vlog 動画を撮っていきたいと思います。なんでかっていうと、妻の iPhone が壊れまして8 Plus だったんですけども、ちょっと動きが怪しかったですね。なので僕の持っていた iPhone 13 mini をあげたんです。で、僕のそのスマホ、まあ、せっかくだったら新しいものにしようって思ってたんですけども、Galaxy Note 10 ぐらいから iPhone を超えたんじゃないかっていうのはずっと気になってました。なので、まあ、今回これはいいタイミングだと思ったんで、ちょっと Android 新しくゲットしてみたんですね。で、それが Google Pixel 6a です。僕はレビューアーではないので、細かいスペックとかっていうのは、他、ちょっと動画を見ていただきたいんですけど、最新の Google チップをまず搭載しているっていうことで、性能がものすごい化け物だと、ハイエンドレベルだというふうに盛り上がってましたし、僕がその買おうと思っていたタイミングで、そのメルカリでの不要品を売った売り上げとかもあったんで、1万円ちょっとで買えるぞっていうことだったんですよ。まあ、なのでそういろんなタイミング、ご縁があったんで、この Pixel 6a をちょっと買わせてもらいました。はい。でですね、まあ、実際使ってみて、まだ3日ぐらいしか経っていないので、まだその使用感とかっていうのはつかめてないんです。今回はちょっとこの iPhone、じゃあね、iPhone 信者なんで、ちょっと Apple 信者なんでね、iPhone 言っちゃいますけども、これは Pixel ですね。はい、Pixel 6a だけでちょっと1日、過ごしてみようかな。ブログも撮ってみようかなって思います。まあ、この動画を見てくれている方の中で、まあ、僕のように Apple 信者の方がいれば、あ、最近の Android もなかなかいいじゃないかっていうふうにもね、ちょっと思っていただけるんじゃないかなとは思いますし、まあ、純粋に Vlog を楽しんでくれている方に関しては、お久しぶりですということでやっていきたいと思いますので、はい、今日もよろしくお願いします。早速なんですけど、これ電源オンしてないんです。電源オフの状態、まあ、スリープ状態で、常時表示してくれるっていう機能がもう備わっちゃってます。はい。なので、すごいパッと見やすいですね。今8時26分なんですけども、早速パソコンで作業してから行きます。はい。で、今8時41分です。まあでもこうやってずっと表示されてるっていうのはやっぱ便利ですね。はい。で、今パソコン作業したんですけども、もう時間が来てしまったので、もう早速上野に向かいます。ということで上野に来ました。最高にいい天気ですね。穏やかな朝です。そう、2015年に僕に最初に断捨離を教えてくれた、まあ僕にとってはもう師匠みたいなメンターみたいな人がいるんですけども、その方のセミナーに今日は行ってきます。今年はね、しっかりと学びながら行動していきたいなと思ってるんで、はい、行ってきます。はい、ということで、終わりました。今12時26分ですね。ちょっとお腹が空いたのでご飯行きます。ブルーマウンテンブレンド、すみません、カツカレーと、あとランチタイムのサービスドリンクを、はい、お願いします。いただきました。早速食べましょう。au pay は結局使えなかったんですけど、クイックペイが使えたので良かったです。そう、こうやってフェリカがちゃんと使えるのは便利ですね。
はい、で最近チョコザップっていうジムにちょっと通い始めました。やっぱり家でやるとちょっとダラダラっとしちゃうっていうのもあるんです。でちょっとジム行きたいなって思ったんですけども、だいたいそのジムって高いですよね、毎月8000円1万円超えちゃうところもあったりするんで、あれはちょっと継続しにくいなって思ってました。でもこのチョコザップっていうのは2980円でできるわけなんで、しかも着替えがいらないんですよ。本当にこうちょっとやってちょっと帰るってことができるっていう、ものすごくハードルの低いジムができてくれたので、ちょっとこれだったら続けられるかもと思って、今回ちょっと入会してみました。しかも店舗があるならどこでも通えるっていうのもありがたいですよね。よいしょ。で入館証をかざすだけでどこでも入れます。であれから他の器具も使いまして、まあ、大体15分くらいで出てきました。でも着替えの手間がないってのは本当楽ですね。よしよいしょ。まあそもそも食生活を改善したらいいんじゃないですかっていうふうにはツッコミが飛んでくると思うんですけども、まあそれは置いといて、運動の習慣っていうのをね、2023年はしっかりとやっていきたいっていうのもありますんで、はい、今回ちょっとハードルの低めのチョコザップっていうのをスタートしましたっていうお話です。まあ、気になる方がいたらぜひチェックしてみてください。ということで、ただいまはい。はい、ただいま帰ってきました。今、午後の3時ぐらいですね。本当はね、カフェに入って、このピクセル6で仕事したい。パソコン1台で、じゃあスマホ1台で仕事したいっていうふうに思ってたんですけども、やっぱりね、このデスクでやっちゃって、これに慣れてしまうと、もうこの小さい画面で仕事はできないっていうので、そう、やっぱこっちでやった方が圧倒的に早い、楽っていうのがあるので、ちょっと家に帰ってきました。いやーすごいなー。でもちょっとギャラクシーのスマートフォン使った時のトラウマがすごかったんで、いやちょっとアンドロイド怖いなって思ってたんですよ。そうで、ビクセルのその最新のテンサーっていうね、最新のチップを搭載したやつがものすごくすごいっていうので、話題になってたのもありますし、まあ、僕もたまたまその持ってた iPhone をこう手放すっていうのがあったんで、じゃあせっかくだったらこの 6A でちょっと1日過ごしてみようかなって思いました。はい、全く問題ないですね、結論から言うと。支払いもできるし、スイカ、この後ろのフェリカもあるんで、スイカもピッてタッチできますし、処理能力はもう iPhone 以上のところも正直ありますね。僕が使ってたのが iPhone 13 mini なんですけども、あれを超えちゃう部分も正直ありました。具体的には au pay のチャージをする部分ですね。自分銀行から au pay に行くとき、その移すときに、まあ何ステップかあるんですよ。でそれがGoogle のこの Pixel 6A の早いです。あとは Wi-Fi につながりやすさが尋常じゃないですね。ヨドバシ Wi-Fi だったり、ベローチ Wi-Fi だったり、あと駅行ったらそこでの Wi-Fi っていうのにこう自動的にピコンってつながりますよね。まあつながる設定できればつながるんですよ。iPhone の場合はですね、なんかちょっと探したりとか、自分でこう手動で接続しに行かないといけなかったりとか、そのログインが必要な場合にそのログイン画面に行かなかったりとかって、ちょっとなんか接続うまくいかないなっていうのもあったんですよ。でも、この Pixel 6A はそれがすっごいスムーズです。もう勝手にシュワーンってつながってます。っていうと、怖いんじゃないのって思うかもしれないんですけど、まあ、僕その au スマートパスプレミアムっていうのに入ってまして、この au Wi-Fi っていうのを押すとですね、ここの、はい、今ですね、この VPN 接続っていうのをやったんですね。まあ、ちょっと見にくいと思うんですけど、で、VPN って何かっていうと、まあ、簡単に言うとセキュリティが強いやつ。です。はい。なので、無料 Wi-Fi に接続した時も、そのセキュリティ高く安全に使えることができるっていうのがあるんですね。で、それが au から提供されてるんです。au スマートパスプレミアムって言って、毎月500円ぐらい払うと、このサービス利用できるんで、僕これめちゃくちゃ重宝してます。もうこれめちゃくちゃ便利ですね。はい。ということで、この右側に鍵マークがありますけども、はい。これが表示されてるということは、VPN がオンになってるっていうことなんですね。で、まあ、何が言いたいかっていうと、これが Google Pixel の方がめちゃくちゃ早かったんですよ。あ、今ちょうどいい例ですね。こんな感じで、どこどこに繋がりましたとかっていうのが、こう通知でされるんですよ。で、iPhone の場合はそれがな、ちょっとなかったかなっていう、まあ自分でこう言ってたんで、まあ、それはそれで全然いいんですけども、ここまでスムーズに自動的に、この無料 Wi-Fi にアクセスしてくれたっていうのは、すごいなっていうのは思います。
はい、ちょっと補足です。あれからですね数日が経ちましたけども、アンドロイドっぽいなみたいな、アップルではなかったなみたいなところをちょっと発見してしまいましたので、それも正直にお伝えしていきたいと思います。はい、今この Pixel 6を USB 経由でパソコンに直差しをしています。で、デバイスファイル転送っていうところを選んでるんですけども、はい、認識されません。何回やっても認識されません。これはシンプルにちょっと不具合なんじゃないかなって思ってます。はい、僕の寝癖ぐらいバグってんじゃないかなって思ってるんですけども、はい、これちょっと直し方が分かる方いたらぜひ教えてください。いろいろちょっとホームページとかネットも調べてるんですけども、これだけは改善されません。なので、先ほど撮った動画もこう USB 経由ではなくて Google ドライブに全部データ上げてから落とし入れてます。 Bluetooth 経由でこのパソコンに飛ばすってこともできるんですけども、すごい時間がかかります。まあまあしょうがないです、それはそういうもんだと思うんで。 AirDrop で Mac に飛ばすんだったらむっちゃ早いです。やっぱこの連携はさすが Apple ですね。ほんとさすが Apple って感じでした。僕みたいな用途使い方をしないのであれば、もうこの Pixel 6a はもう超すごいです。もう十分これで Android の進化を感じられました。はい、ただじゃあこれを仕事道具として使うってなってくると、ちょっと難しいかな。まあ、仕事上は iPhone でプライベートは Android っていう形でちょっとやっていこうかな、その2つで運用していこうかなって今は思っているところです。はい、まあちょっと個人的な最後話してあれですけども、今回は iPhone からその Pixel 6a に変えてもう感動したところっていうのをシェアしつつ、ああこれちょっと Android らしいなみたいなところもシェアさせてもらいました。はい、あとはその Pixel 6a で撮った動画たちっていうのも紹介していましたけども、十分綺麗ですね。最高に綺麗です。もうGoPro 買うんだったらこの 6a で十分っていう感じだと僕は思いました。はい、今回の動画もちょっと面白かったですと、この Pixel 6a の凄さというか Android の凄さみたいな、この進化みたいなのを感じていただけた場合は、グッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押してくれたら嬉しいです。ちなみに2023年は QOL を爆上げしようと思ってこちらを導入する予定です。もうこれ購入しました。なので、その、まあ、使っている動画 Vlog っていうのもまた数日後にシェアしますので楽しみにしておいてください。はい、それでは今回も動画をご覧いただきましてありがとうございました。それではまた数日後。